ここを抜けりゃ五番魔ゴロだ。思ってたより大変そう。まあなんとかなるだろう。あれが五番魔ゴロの柱だ。道順はプラン E の次は F、G、H ってな。続きがあったのか。F はこの区画の名前。G を抜けて H まで向かう。 H にあるリフトで魔航路の近くまで行けるの。ビックスもその先で待ってるはず。もう日が傾き始めてるね。うん、行くぞ。シンラに泡吹かせてやる。うん、うん。黙って進め。痛みなければ平気だよ。あんなずぶてえなお前ら。扉の先が G か。おい、そっちになんかあんのか。電力供給が不足しています。ダメだな。ねえ、これ電力不足時の対処法だって。ライトを消せば非常用電力を確保できるのか。ライトってもしかしてスラムの太陽。スラムを照らすライトのことをそう呼んでるの。そいつを消せば扉が開くってわけか。でも太陽が消えたら困るよね。四番街の人たち、魔航路をぶっ壊したらどっちにしたって消えちまう。そうだったね。戻るぞ。スラムの太陽のせいで電力不足なのかな。さあな。点検をサボってるだけじゃねえか。明るいのは便利だけど、たくさん魔法を消費してるんだね。あった、交
してみると大きいね。スイッチははしごの上か。結構高えな。俺が行こう。下で待ってるね。うまくいったな。うん、ありがとう、クラウド。これで G までは達成だな。うん、あとはマコールを目印に。この眉、やつらの巣穴へようこそって感じが。こりゃちっ、どこまで腐ってやがんだこのピザはよ。早速貸し切りしてくれるってよ。気を抜くな。行け。はあ、じゃあ攻めるぞ。そっちは任せる。迷われちゃうな。私に任せて。いらっ、行くよ。ダメだ。見やがれ。この調子で行くぞ。次も勝とう。故障中？こっちも電力不足だし。ちょうどいいじゃねえか。侵入し放題ってことだろ。ちっ、くせえガスをスラムに垂れ流しやがって。ガスのとこ、モンスターが集まってる。トンネルの中と一緒だ。魔法のせいってな。大丈夫？ああ。マテリアに気取られてたろ。すぐそこなのに。さっきの通路もダメか。ま、どっかは繋がってんだろ。うん、地道に探すしかないね。あのマテリアの入手経路もな。
迷うわけねえって信じるのは大事だ。それ絵本のセリフだよね。マリンが気に入っててよ、真似してやると喜ぶんだ。人生は終わりのない迷路だぜ、でしょ。私も覚えちゃった。今どの辺だこれや。私たちの目指すマコーロは H の先。ああ。でもここまでは H に繋がってる道なかったよね。ま、歩き回ってりゃそのうち。あんた一人でやってくれ。他に繋がってそうな場所ってなると、壁沿いか。ダメ元で行ってみない？目的地があると気も紛れるし。うん、悪くない案だ。あのでけえ扇風機が目印か。確かにあれ見て歩けば迷わねえな。あれって換気ファンかな。吹き飛ばしてもガスが消えてなくなるわけじゃねえ。ヤバいもんは全部スラムに垂れ流しよう。相手してやら、すぐに終わらせよ。死ぬな。フォローを頼む。私に任せて。行くよ。気をつけてね。いらっ。消えろ。はい、人質が。この野郎、悔しいが仕方ねえ。邪魔だ。止めた。終わり。いけるか。ざっとこんなもんだ。いけそうだな。2秒だ、2秒。もう目の前が H。 足元気をつけて。あれが目的のリフトか。
メインリフト。うん、確かそう言ってた。間違いねえ。こいつがビックスの言ってたメインリフトだ。あいつもこの先で待ってるぜ。電力供給が不足しています。またかよ。ライト3つ分必要だな。そんなに？この辺りの全部ってこと？こうなりゃ片っ端だ。迷ったらここに戻ってこよ。 H1 の番号が目印。ああ。こっから一番近いライトっつうとあれだな。暗いスラムを見守る明かりは未来までも照らす道しるべであり太陽なのです。なんだそれ。スラムの太陽の宣伝文句、プレジデントが演説してた。けっ、神羅に照らされる未来なんざお先真っ暗に決まってな。余裕だぜ。私も角度はいい。決める。ここまで行け。行くぞ。残りはあの2つだな。侵入者撃退システム再起動開始。撃退システム？電力が復旧したか。けっ、それがどうした。全部ぶっ壊して魔航路へ向かう。取った甲斐がねえ。あんたの出番はない。こりゃありがてえな。邪魔だ。こっちだな。どうだろうな。それ急げ、行けんだろう。よし、やっちゃおう。そこだ。行くよ。どんなもんよ。当てる。攻めてこう。押し切った。片付いたな。涼しい。やめろ。
これで2つ目か。あとはあのライトだけだね。終わりが見えてきたな。ここから下に降りられそうだ。崩れねえよな。下は4番街スラムか。え、興味ある？今度案内しよっか。少しは心配しろよ。動きそうだよ。作れるのは偽物だけよ。ライトまでの架け橋、しっかりつなげろよ。負ける相手じゃない。思いっきりやっちゃうね。どういたら邪魔のつもりだ。ここは当てる。貫く。動ける。おう、引っ込んどけ。このまま続けぞ。叩きのめってやら。いけんだろ。いや、そこ。これが必要か。おう、任せて。待ってろ。そこだ。やってやる。どうよ。やまあねえな。追い詰めた。かかってこい。ああ、こんなもんよ。反省。これで3つ目。メインリフト動かせるようになったかな。多分な。よし、 H1 エリアまで戻るぞ。ジェシーの怪我大丈夫かな。あいつらの分まで神羅を懲らしめてやんのが一番の治療だ。そうだね。クラウドはウェッジの分お願い。
やられはしない。フッどけ、仕掛けだ。気負いすぎる。俺の見せ場だ。逃がさねえぞ。出番だよ。引き受け邪魔だ。うわっ、しまった。ぜえそこ、えいや、引き直す。うまいよ。刻む。頼んだ。踏ん張りどころだ。えい、どけどけ。負けたく、こっちで下がるから負けないから。かかってこい。そこ、蹴散らす。まだ行けっか。ぶっ放す。このままへばってな。悔しいが仕方ねえ。決める。まだまだ。やっつか。突き落ちる。どんなもんよ。このやりきれ。上から来たか。ビッグストの合流場所は魔法炉へ続く通路の中だ。暇つぶしのプラン A から Z まであるって言ってた。 G くらいまでには着くようにしねえとな。メインリフトまで戻ってきたね。首を洗って待ってろよ魔法炉。非常用電力の供給を確認。リフトの再起動を開始します。再起動完了。リフトに搭乗してください。あばよ鉄くずめろ。
そういや、マテリアが落っこちてたよな。拾っとかなくていいのか。そうだな。いや、先を急ごう。いよいよ魔航路か。つらくて行くせ、星の命が削られる場所だ。中は魔航の匂いが鼻につくぞ。覚悟しとけ。うん。見ろ、魔航路が呼んでるぜ。早く来い、早く来いってな。ランデブーポイントはこの先だ。遅くなったからきっと心配してるね。派手に暴れたのに誰も追ってこないね。ミッドガルはシンラの手の内だ。監視はされていただろう。気づいてたなら言ってよ。言ったらやめてたか。最初からギリギリの綱渡りだ。渡り切るしかねえ。力づくでも得意そうだ。どうでしょう。もうすぐか。ティファ。いよいよだなって思ってたより緊張してたみたい。こればっかりは俺も慣れねえ。クラウド、ジェシーとウェッジはどんな感じだ。犯人グループが列車から飛び降りたって上は大騒ぎ。おかげでここは静かでな。魔航路へのルートはささっと確保済みよ。ヘイヘイヘイビーク。で、あとの二人は。ジェシーがね、怪我をしちゃって。ひどいのか。口数は減ってね、大丈夫だ。世話になるな。仕事だ。
4番街へ行きに乗って正解だったな。警備は4番に集中してる。でもこっちの本命は5番。ちょっと複雑だが、この奥はもう魔鉱炉の中だ。狭っちい穴ぼこだぜ。文句言うなよ。こっちは補給物資とワイヤーリール。調子はこれ以上ねえってくらい上々よ。みんなのことお願い。そうよ。ワイヤーの装備だ。落とさねえようにしっかりくくりつけとけよ。作戦が終わったらこいつで一気に下まで降りる。生きて帰んぞ。当然だ。調整しろ。プレジデント、ネクタイ確認します。急げ急げ。匂うぜ。魔鋼の匂いだ。いよいよだね。一番と同じようなもんだろ。ああ、魔鋼だまりは近い。行こうぜ。たまりもなさそうだな。このクラスの機動兵は巨大モンスター用だ。最新兵だろうな。もし俺たちの前に現れたら、その時は逃げた方がいい。ああ、お年目の時間で助かったぜ。恐れをなして逃げちまったとかよ。ふっ、おりゃあ！
いていく。頼られちゃうな。はい、ああこんなもんよ。気合い入れてけ。かかってこい。止めた。あばよ。はあ。じゃあね。邪魔見やがれ。私に任せて。邪魔だ。片付いたな。涼しい顔しやがって。
整しろ。ティファ。ん？タイマーは何分だ？何分でもいいぜ。今回はリモートスイッチ式だ。ジェシーが作ってくれたの。安全圏まで離れてからポチドッカーン。安全圏ねえか。脱出ポイントは正面口だ。来た道戻るぞ。あ、おお、待て待て。タイミングが良すぎる。もしかして監視されてる？汚いネズミども、よく来たな。戦意先導広報作戦を指揮するシンラカンパニー治安維持部門統括ハイデッカーだ。軍の大将が喜ぶない。貴様らの悪行はミッドガル中に放送されているぞ。何これ？5番マコール前からの中継です。シンラカンパニーはマコーロの爆破予告を分析し、爆破の対象を5番と特定。施設内にて実行犯を発見し、現在追跡及び爆発物の探索に当たっています。続いて各地の反応です。はい、こちら5番ガイスラムです。爆破対象の特定報告を受けて、シンラカンパニー危機対策本部からの避難勧告が通達されました。一番マコーロ爆破事件に続く連続爆破実行犯の非道な犯行に非難の声が巻き起こっています。プレジデントシンラは市民の暮らしを侵す脅威を断固排除すると宣言しています。さあ、不満を溜め込んだ市民にとびきりの娯楽を提供してもらおう。クライマックス。デカブツ、我が社の誇る最新鋭の大型機動兵、エアバスターによる公開制裁だ。整備班から報告です。エアバスターの整備進捗は現在 60% 想定より遅延しています。撮影中だ。艦内の警備担当に通達。侵入者を速やかに捕獲し、ブリッジに連行しろ。おとなしくしろ。奴ら好きなようにニュースを捏造するぞ。ハイデッカー到着より通達。悔しい。速やかに侵入者を捕獲し、いやそうはいくかよ。繰り返し。ああ、速やかに侵入者を捕獲し、あのデカブツをぶっ壊して神羅に赤っ端書かせてやろうぜ。ハイデッカー到着より通達。悪くない。速やかに侵入者を捕獲し、ブリッジへ連行しろ。繰り返し。速やかに侵入者を捕獲し、ブリッジへ連行しろ。
調べるぞ。バレット・クラウド、これ見て。クラウド、これ見て。あのロボットの部品をリフトで運んでるみたいね。邪魔してやろうぜ。整備不良に持ち込めるかもな。賞賛あり。操作盤を確認してみよう。操作盤ってのはあれか。カードキーがいる。探せ探せ。この辺りをもっと探してみようよ。見つかったの？ああ。よっしゃ、操作盤をいじく。M ユニットって書いてある。これが部品かな。ああ、マテリア溶液を使った強化パーツだ。邪魔できそうか。リフトの行き先を排気に切り替える。私たち今も見られてるんだよね。ああ、撮影中だろうな。今さらどうしようもねえ。せいぜいいい顔しようぜ。
B7 フロア発送開始。了解。 B8 フロアの物資が届かず通信不通、至急確認願う。侵入者だ、捕らえろ。こちら B7 フロア、何者かが突然の状態に突入。了解。シェア、リフトも操作盤も2つだね。シェア、邪魔し放題だぜ。まずカードキーを探そう。見つかった？1枚だけ。操作はクラウド、決めて。リフトが運んでんのはビッグ、通称ビッグバン。捨てれば弾数を減らせるな。どれを捨てる？こっちの荷物は行動制御プログラムのブースト装置だ。つまり素早く動く素早いロボット。おそらく廃棄物を集める部屋がある。ビッグボンバーだの AI コアだの、結構なお宝があるんじゃねえのか。かもな。いただいちまった。部屋が見つかればな。みんな聞いてくれ。シンナの言うことは全て嘘っぱちだ。魔鋼は星の命だ。シンナは星を食い物にしてる。だからバレット、いきなりどうしたの？放送されんなら言いたいこと言っとこうと思ってな。音声はカットだろうな。
ード見つけた？1枚だけ。選ぶしかない。こっちは何だ？ M ユニット。どれ捨てるかは任せ。悔しがる顔が見えるぜ。これは AI コン。こっちのリフトはピッ、さっさと捨てるもん決めて。どっちが制裁されることになるのかな。楽しそう。神羅をぶちのめす姿がミッドガル中に流れんだろう。笑いが止まんねえよ。もう踊り出したりしないでね。お、一緒に踊るか。クラウド君もどうだい。遠慮しておく。そっちは M ユニットか。ああ、神羅に恥をかかせるチャンスだからよ。こっちは AI コア。
コアを。はい。私も同じことを思って。ロボット弱くなったかな。やるだけのことはやった。おうよ、やってやったぜ。あとは仕上げを残すのみ。もうすぐ出口だな。ティファ、爆弾のスイッチは？準備はできてる。デカブツをぶっ壊したらポチッといくぞ。うん。足は引っ張るな。その言葉そっくりです。ひどい。かかってこい。邪魔じゃ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 。集中してけよ。勝負だこ。終わった。後戻りはしねえぞ。やるだけやった。あとは出たとこ勝負だ。状況は M ユニットが不足、現在緊急対応中。急げ、統括がお待ちかねだ。よし、まだ整備中だ。
侵入者だ。捕らえろ。整備時間を稼ぐんだ。考えとくか。全員で決めてやるのさ。中継されたら流行るぞ。断る。あ、行き止まりか。パイプ登れないのね。他を渡ろう。あ、何かいる。うわあ、危ねえだろ。おい、よし。何があろうと俺たちはセブンスヘブンに帰る。必ずだ。絶対だ。うん。マリンにただいまって言おう。もちろん、クラウドも一緒に。ね。スマイルを忘れるな。報酬次第だな。
どうした？さっさと開けろよ。緊急ロックモードだ。閉じ込められたってこと？あの部屋から開けられる。めんどくさいことしやがって。あの先には廃棄物を集める部屋もある。整備を邪魔したアイテムが集まってる。お宝部屋か。よっしゃ、さっさと行こうぜ。どうやって開けるの？仕組みは簡単だ。レバーを同時に動かせばいい。ここは任せて。俺がここだ。お前は残り物な。現在緊急ロックモード有効です。レバーを同時に動かすんだよね。じゃあ俺が温度を取るぜ。いや、ティファだ。ああ、その通りだ。くそ。まあ二人ともよく見てね。行くよ、せーの。まだまだ肩だらしだ。しっかりね、せーの。緊急ロックモード解除しました。よっしゃ。私たち息が合ってきたかも。だといいな。お宝部屋も覗こうぜ。ここがお宝部屋か。開けばな。開かないの？最上級のセキュリティロックモードだ。あっちのとは違うのか。同じだが、こっちは何度か繰り返す。けっ、がめつい連中だ。こじ開けてやろうじゃねえか。うん、ほっとけないよね。現在、最上級セキュリティモード有効です。二人とも、私に合わせて操作してね。じゃあ行くぞ。ティファに合わせるんだ。わーってる。さあティファ、頼む。最初の入力、行ってみよう。せーの。ミスったー。頑張ろうね。せーの。セキュリティモードレベル1解除。二人とも完璧。この調子で行こう。次行くよ。せーの。セキュリティモードレベル2解除。やった、コツをつかんだ。おうよ、どんと来いだ。神羅の鍵という鍵を開けてやら。半分終わったね。もう一踏ん張り。せーの。セキュリティモードレベル3解除。大成功。怖いものなしだね。これで最後だよ。気を抜かないでいこう。せーの。セキュリティモードレベル4解除。廃棄室のロックを解除します。よっしゃー、新ラメ手こずらせやがって。思ったより早かったね。二人ともご苦労様。ティファもな、合わせやすかった。掛け声に心を込めたからね。
た者の目か。君はソルジャーだな。元ソルジャーだ。ソルジャーは死ぬまでソルジャーだ。まあ役に立たなくなる者も多いな。ソルジャーのシーンで最も多いものは劣化による自己崩壊。データは非公開だが、ソルジャーならみんな知っている。もちろんだ。こっちは無視かよ。君の話はダラダラと長い。そんな予感がしてね。てめえらの悪行を数え上げたらいくら時間があっても足りねえ。足りないと嘆く者ほど浪費する。そう、それよ。浪費について話そうじゃないか。魔鋼の正体はライフストリーム。ライフストリームは星を流れる血。その血をシンナが吸い上げ浪費してる。このまま続けたら星はどうなる。ああ、吸い上げているのは確かに我々だ。だが浪費しているのは誰だろうな。魔鋼の本質など誰もが知っている。それでいて見て見るふりをしている。そう考えたことは。んなわけあるか。仮にそうだとしてもてめえらの洗脳だ。そんな魔法は使えんよ。さて、スラムの同結諸君、君たちは今から敵国部隊の手先だ。市民の戦意を盛大に燃やしてくれ。部隊だと？なんだそれ。ネズミどもには理解できない。何してやがる。これは貴様らの作戦ではない。我々が入念に計画した戦意先導後方作戦なのだ。よって爆破のタイミングも。あ、シンラが決めた。賢明。さあ、ショーの始まりだ。全市民の敵あばらずち。部隊との共謀による罪状は明らか。貴様らを即刻粛清する。さらに行くぜ。
まだ続くぞ。チャンスは逃さない。第2段階へ移動。ここからがエアバスターの見えてきた。重点開始。さあ頼られちゃうな。よっしゃ、はあ、見てろよ。やってやら、なんつう威力だ。危なかった。下手に攻め込めないと。けっ、はあ、この野郎。こっちはどうだ。私に任せて。はい、手堅く行こう。行くよ。任せていいか。よし、やっちゃおう。気をつけてね。やった。こっち回ってんの邪魔。先に片付け。オーラ。どうだ。そこ。逃がさねえぞ。決めてく。それ。待ってました。来い、迫るには早いぞ。いけんだろ。負けないから強く攻めてこ。フォローを頼む。まだ
気合い入れてけ。私に任せて。爆発するぞ。俺はいいから、ティファを。いろいろ悪かったな。これで終わりみたいな言い方をするな。クラード逃げろ